ローフェルデンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル軍に属す、町村である。フォルマースハウゼン地区及び、オックスハウゼン地区を、バーレバフ派が流れている。ローフェルデンの南には森に覆われた中低山地である、ゼーネ山地が接している。町内では大規模な砂の採掘が行われており、壁砂、化粧塗りの砂や砂岩など様々な形態の砂が、採掘されている。 甲の一部は掘り出した砂や石くずで埋め戻され、丹念コプフさんを形成している。クルムバッハとオックスハウゼンとの間に新しい町の中心である、ハウプト通りがある。この通りの南にランゲ通りがある。町役場はこの通りの端にあり、多目的ホールや総合学校がこの通り沿いにある。クルムバッハとローフェルデンとの間には、グリューネミッテという名の公園がある。 町内の平地の広さを理由に、もっぱら旧中心部が建て込んでおり、ローフェルデンは古くから住宅地に広い通り、それに隣接して産業地域や緑地が設けられていた。自治体としてのローフェルデンは、クルムバッハ、オックスハウゼン、フォルマースハウゼンの各地区からなり、カッセルバルダウ及びローフェルダー・リッセルの2つの工業地域が町域の大きな部分を占める。 カッセル市周辺地図。オレンジ色は市街地を示しており、ローフェルデンとカッセルの市街地が一体化していることがわかる。ローフェルデンは、北西は軍独立市カッセル、北東から東にかけてはカウフンゲン、南はゼーレバルト、西はフルーダブリュックと境を接する。この町はカッセル市のアーバンゾーンに含まれる。10世紀から11世紀に、 カッセル東側の開墾地が住民に授けられた。高知や辞書が英代借地権の形で与えられたのである。後に、これらは皇帝から修道院に寄贈された。1008年にマインツの聖アルバン修道院がクルムバッハの権利を入手し、14世紀から15世紀にマインツ大司教、カウフンゲン修道院、バイセンシュタイン修道院、アーナベルク修道院、 セイマルティン修道院、カルメル会修道院がこれに続いた。フォルマースハウゼン、クルムバッハ、オックスハウゼンの3つの村は、フォルマースハウゼンの母大樹の前に、共同の法廷を有していた。1941年6月1日、クルムバッハとオックスハウゼンは、カッセルのオーバープレジデントの決定により、合併して、新しい自治体ローフェルデンを形成することとなった。この名前は、 公牧地の名前、アウフ・デムローに由来する。この名前は、クルムバッハとフォルマースハウゼンの間の公園と農地を指していた。かつて町域内には、旧カッセル飛行場前に、フィーゼラー飛行機製造カッセルがあり、ファイ156シュトルヒの製造で知られていた。現在もその前の通りは、アム・フィーゼラー・ベルクと名付けられており、かつてを忍ばせる。両地区の間に、 ジートルングが建設された。これは1919 19年にはすでに計画されており、1930年代以末にハンスゲオルクエヒラーの設計に基づき実現した。この建築様式は古典主義時代の大都市府公園都市を目指したものであった。計画の基礎にはローフェルデンをカッセルのフォアシュタットに発展させようという意図があった。完成時にはジートルングは 人口1万2000人で、軍立病院も備える計画であった。古田川に面したカッセル寄りの土地が空いていることは分かっていたが、将来近郊保養地とするために、宅地の造成は控えられた。最終的には、アウトバーン A7 号線の建設が、この土地への無制限なアクセスを妨げることとなった。1951年に町役場が完成したが、 第二次世界大戦によって広大な公園都市という野心的な計画は時代遅れのものになっていた。1966年に税理鉄道が廃止され、その軌道跡は自転車道と緑地に作り替えられた。1970年12月1日、ヘッセン州の地域再編に伴い、ホルマースハウゼンがローフェルデンに合併した。新しい町役場は旧 ローフェルデンとホルマースハウゼンとの間に建設された。カッセルはこの裕福なフォアシュタットを合併しようと画策し内務省に提案書を提出した。二つの投票でローフェルデンは反対の意思を示した。しかし1975年に町域の一部をカッセルに譲渡しなければならなかった。町はカッセルと共同で、 1971年と2009年に2つの工業地域を整備した。カッセル地域では一般的に人口は減少傾向にある。これに反してロオーフェルデンは1995年から2006年までの間に約6%以上増加しており、バウナタールに次いで2番目に高い人口増加率を示している。この地域ではこの2つの町だけが 継続的な発展を示している。聖ヨハネス・ボスコ教会公式には1526年のホムブルク教会会議によってこの地域の宗教改革がなされた。クルムバッハ地区とオックスハウゼン地区にはローフェルデンプロテスタント教会組織があり、これとは別にホルマースハウゼンプロテスタント教会組織がある。カッセルラント教会クライスに属していた部分は1982年から カウフンゲン教会クライスに属している。カッセルから工業地域が進展してくるのに伴ってベスターバルトやザールラントからのカトリック信者が増えていった。1939年からクルムバッハのプロテスタント教会内ではカトリックの信事が行われていたが、1949年のクリスマスに新しい教会聖ヨハネス・ボスコ教会が完成し、 さらに1977年には、ヨーゼフ・ビーリングの設計による新しい教会が作られた。ローフェルデンの町役場この町の議会は37議席からなる。ファルマースハウゼンのボダイジュの起出店、エコフォットクルトゥアがシェしたローフェルデンを主にこの町の町域内にあるカッセルバルダウの開発は1971年から始まった。 1975年2 6 6 5人であった、雇用は2002年には4100に拡大した。2009年からカッセル氏は第2の産業地域、ローフェルダー・リュッセルの開発に成功した。その概念は地元で同じ名で呼ばれている A49 号線の起点に由来する。また、同名の長距離トラック用駐車場でも知られている。 ゼーレシューレ学校、養護施設ローフェルデンは、クルムバッハの霊源言言シュ修レと、ホルマースハウゼン基礎家庭学校の二つの基礎家庭学校を有している。この他に、オックスハウゼン地区には、総合学校がある。さらに、ローフェルデンには五つの幼稚園、二つの託児所、二つの老人ホーム、一つの老人保養施設がある。スポーツ施設多目的ホールローフェルデンには四つの、 体育館と二つのサッカースタジアムがある。さらに、ローフェルデンには、屋外プールと、基礎家庭学校の小さな屋内プールがある。スポーツクラブ道路南北に走るアウトバーン A7 号線が、ローフェルデン脇を通っており、カッセル南ジャンクションで A44 号線が、カッセル中央ジャンクションで A49 号線が、分岐する。A7 号線は、 カッセルから東に位置するローフェルデンを分離している。北部を連邦道 B7 号線がカウフンゲン方面に通っている。鉄道1966年まで税で鉄道がこの町を通っていた。自転車道に作り替えられている軌道跡を路面電車の軌道として再活用する案は町に拒否された。1998年のこの旧案の欠点は町を中途半端に結ぶだけであった点で、 2010年からホルマースハウゼン経由でゼーレバルトまでを結びバス路線と置き換えるという新しい案が検討されている。1983年から工業地域内を工業幹線が通っている。2001年にここに貨物輸送センターが設けられ2004年には11,841両の積み替えがなされた。公共交通機関カッセル交通会社の 第35系統及び37系統のバス路線が10分間隔でローフェルデンに運行している。カッセルのケーニヒスプラッツからホルマースハウゼンまでの所要時間は37系統で25分である。天竺葵のストロチェンシャナベルローフェルデンはこの町にちなんで名付けられた。ありがとうございます。